おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラ、ネットフリックス決算、アップルのインドデビューが週明けのトップニュース、イーロン・マスクが月への鍵を握る、 NASA の機関にはスペース X のスターシップメガロケットの打ち上げが欠かせないからだ。テスラ、サイバートラックの1本の大型フロントガラス用ワイパーの動きをドローン映像で確認できる。これらの記事を紹介したいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まずは現在の株価のチェックからしていきたいと思います。先週は185ドルで終わっています。さて、今週は決算発表もありますし、これから紹介する記事で今週行われるいろいろな経済予定をですね、知ってもらい、今週はいろいろと経済予定が目白押しになっていますので、そういった影響もテスラは受けてくると思います。まずはどんな経済的な予定があるのか、こちらについてまとめた記事を紹介していきたいと思います。テスラ、ネットフリックス決算、アップルのインドデビューが週明けのトップニュース。こちらの記事を紹介していきたいと思います。投資家はハイテク企業や銀行会社の決算報告、アップルのインド進出など忙しい週を控えています。証券会社金融持ち株会社であるチャールズ・シュワブは、3月に新たに530億ドルのコア顧客資産を追加した後、投資家デーを開催する予定です。リフトの新 CEO であるディビッド・リッシャーは任期を開始します。アップルはムンバイに最初の小売店をオープンし、その後ニューデリーにも店舗をオープンする予定です。大手銀行や企業の決算としては、バンクオブアメリカ、ゴールドマンサックス、ジョンソン&ジョンソンなどが控えています。経済データの発表では、建築許可、住宅着工、中国の第一四半期 GDP が予定されています。証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は、下院金融サービス公聴会で、規制の優位性順位、市場のボラティリティ、暗号通貨規制を中心に証言する予定です。さらに今週は、複数の連邦準備銀行総裁の講演が予定されていて、将来の利上げや米国経済の状況について手がかりを得る可能性があります。ということで、今週はですね、テスラだけでなく多くの経済予定があり、米国市場が大きく動く可能性があります。テスラも決算発表だけでなくって、米国全体の影響を受けると思うので、テスラ株だけでなくって米国全体を今週は注視した方がいいかなと思います。続きまして、イーロン・マスクが月への鍵を握る、NASA の機関にはスペース X のスターシップメガロケットの打ち上げが欠かせないからだ。こちらの記事を紹介したいと思います。 NASA はスペース X が重要な役割を果たすことで50年ぶりの月への帰還に近づいています。イーロン・マスクのスペース X 社は、月、火星、そしてその先へ貨物や乗組員を輸送するために設計されたスターシップメガロケットシステムの最初の打ち上げを4月に行うことを目標としています。スターシップの打ち上げはスペース X が2021年に29億ドルの契約を獲得した NASA の月計画アルテミスの成功を左右します。 NASA の新しい宇宙システム SLS は、宇宙飛行士を月まで連れていくのではなく、別途打ち上げられるスターシップが月面着陸機として機能しています。スペース X 社の成功は NASA のミッションに民間企業を参加させる戦略の一環であり、民間企業に開発費を投資する一方、
低価格と高効率を競うものです。 NASA のスペース X 社への支援はアルテミス3にとどまらず、スペース X 社がアルテミス4の着陸船を設計するために12億ドルを追加で投資しています。はい、こちらですけれども、昨日もお伝えしましたが、テスト飛行がいよいよ行われます。今後のスペース X に期待をしていきたいと思っています。記事の中でスターシップの大きさについても触れています。こちらがロケットの比較になっているんですけれども、この右側にあるのがスターシップですね。このサターン5もそこそこ大きいんですけれども、それ以上にスターシップっていうのは大きくなっているということで、スターシップのロケットが他のロケットに比べて大きいということがわかります。今後のスペース X にもかなり期待をしていきたいと思っています。では最後に、テスラサイバートラックの1本の大型フロントガラス用ワイパーの動きをドローン映像で確認できる、こちらの記事を紹介したいと思います。大型のフロントガラス用ワイパーを特徴とするテスラのサイバートラックプロトタイプのドローン映像が YouTube に投稿されました。先月このプロトタイプの写真が公開され、ワイパーがフロントガラスのかなりの部分をクリアにできないことから関心が集まりました。こちらに関しては僕の YouTube でも紹介していますので、ぜひこちらの方もご覧になってください。テスラ CEO のイーロン・マスク氏はワイパーのデザインに懸念を示し、フロントトランクに収納される展開式のワイパーが理想的だが複雑だと指摘しました。サイバートラックはまだ開発中であり、最終的なデザインはプロトタイプと異なる可能性があります。発売日は3回延期されており、最新の予想ではデザイン変更のため2023年初頭に設定されています。はい、ということでこちらですけれども、実際に YouTube をね、一緒に見てみたいと思います。こちらがその YouTube ですけれども、13分30秒あたりにあります。では今からね、そこの部分を見ていきたいと思います。ここからですね、このようにね、動いてますね。フロントガラスのワイパーが今のように動いてます。はい、でこちらですね、 YouTube の URL は概要欄に記載していますので、他にもテスラの工場を全体的に映した映像とかがありました。ぜひね、興味がある方はこちらの方をご覧になってみてください。はい、ということで今日のまとめですけれども、今日のまとめとしては、今週は経済の予定がいろいろとあるので、米国経済全体にも注意していきましょうということですね。テスラの決算発表もありますが、それ以外にもいろいろと目白押しですので、他のことにも注意をした方がいいかなと思ってます。そしてスターシップの情報ですね、こちらもいよいよテスト飛行が行われる予定なので、また新情報があれば紹介したいと思います。そして最後にサイバートラックのワイパーについての新情報として動画を公開というところがありました。まだまだプロトタイプなので、これが完成版ではないですけれども、サイバートラックを予約しているオーナーの方にとってはとても気になるところだと思います。またこちらもそのうちどんどん新しい情報が出てくると思いますので、出てき次第紹介していきたいと思います。さて、僕自身はですね、サイバートラックが今年のテスラの鍵を握っていると思ってます。予定通り今年発売するのか、ここが大きなポイントだと思ってます。夏ぐらいに発売を開始できたらテスラにとっても好影響だと思いますし、さらに延期ってなってくると、これは逆に悪影響ってなると思います。今小型の低価格帯のテスラのモデルっていうところも話題としてありますが、やはり今年はサイバートラックがきちんと発売まで行くかどうか、ここが大きなポイントだと思っていますので、これからまたサイバートラックの新しい情報などが出てきたら YouTube の方でも紹介していきたいと思います。そしてテスラ株をされている方、今週は経済の予定が多いので、テスラの決算発表もありますが、米国の経済からの影響っていうのも当然受けると思いますので、経済ニュースのチェックはしていきたいと思っています。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。
そして今回の動画に対する感想もですね、ぜひコメントをいただけると僕の方も返信しますので、ぜひコメントの方をよろしくお願いします。今回の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。テスラ株や株全体のことも情報交換としています。今週はやっぱり経済指標も多いので、そういった情報もオープンチャットの方で共有できたらと思っています。その他オープン AI とか Web3 とかそういったことに関しても情報交換などしています。そういったことにですね、興味がある方はぜひオープンチャットの方に来てみてください。参加方法ですけれども、画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい、では今週も始まります。4月も後半に入ってきました。今週もテスラ情報を紹介していきますので、どうぞ今週もよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。